今回は二人の人物を、アンティークグッズと絡めて描いていこうと思います。よろしくお願いします。画面の上でメイキングが、下で解説が、解説音声付きで進行するスタイルになっています。前コメントで、テキスト読み上げソフトは使わないって言ってなかったか？画面に映り込む手は明らかにおっさんだけど、解説つけるならもっと聞きやすい声の方がいいと思う。って言うから、私が代わりに喋ります。今は何を書いてるの？とりあえず、でっかいラジオを肩掛けカバンみたいに背負ってる構図が頭の中にあったので、人の頭、左手、ラジオのベルト部分の順番で書き進めます。紙を書くのが面倒な人は、ヘルメットなどの丸いものをかぶせてあげるとうんと楽です。だからいつも帽子かぶせてるのか。そうとも言う。ラジオのダイヤル部分を先に書きます。この段階ではまだ、この人物の詳しいポーズは決めていませんが、ラジオの大きさと、傾き方をなるべくはっきりと思い浮かべます。あれ？ラジオのダイヤル書いてなくね？鼻じゃね？うん。ダイヤル系は最近たくさん書いたし、視聴者様もたまにはシンプルなものを欲しいんだな。やだな、人聞きの悪いことを言わないでくださいよ。せめて戦略的撤退と言ってください。ごめんなさい、許してください。なんでも言えますからだな。アンティーク感が出るようにしっかりと押しボタンを書いていきます。そしてスピーカー部分を丹念に仕上げていきます。穴の間隔はだいたい同じになるように焦らず一つずつ描きますが、例によってちょっとくらいずれても、気にせず気楽に描き進めます。ここをびっしりと描き込みたかったので、ダイヤルはあえてシンプルにしたのです。まあ、むやみに細かいもの描いてもメリハリつかないもんな。そういうこと。ラジオのシルエットを捉え切ったので、大好きな影を描いていきます。繊細な線で影を描きたいので、ペンを 0.3mm ボールペンに持ち替えました。これから額アンティークの汚れた感じとか、服の質感とか、絵の空気感とかを出すときに使います。わざとペンを寝かせれば、少しかすれたような線が出て、お手軽にテクスチャライズできて便利です。ただし、筆圧の強めの方には物足りないかも。最初に使ってたのは何のペン？こちらですね。私はつけペンは面倒くさいと感じる派なので、もっぱら万年筆を使用しているのです。太さも中から少し細い程度で、気に入ってます。これでいくらくらいしたっけ？レクル万年筆、で調べたら3000円くらいだった。タイプは、ガーネットで、宝石言葉は、情熱低層勝利。だって、どこかで聞いたことあるスローガンだな。でもこれ、その辺の文房具屋にはなくない？書くの、なら、お近くの書店にもあるかも。万年筆がたったの1000円、とびっくりした記憶があるよ。ただ、先に紹介したものよりちょっと太めの線が出るから、これ1本で細い線までカバー、というのは大変かも。動画のように、0.5mm 以下の細いボールペンを別で使うか。書くの、F、細字、お試しください。すでに描いた上半身の流れを見つつ、下半身を描いていきます。足の出どころは、ちょっと迷ったけど、蹴り上げずに下の方で着地させます。スカートにしたのか。うん。右側にもう一人人物を描くつもりがあったから、バランスを取るために、大きめの、ロングスカートを履かせたっていう寸法です。足を描く自信がなかったのか？素足や、Gパンを履かせる自信がないとき、大きめの服を着せることでカバーしよう。スカートの方がかえって難しくない？布だし、決まった形がないんだし。決まった形のあるものを描く方が、かえって大変な場合もあるのです。
スカートのようにひらひらしたものを描くときは、布の面ごとに分解して描くつもりの方が、いきなり全部シルエットを決めてしまうより、風でなびく感じをうまく引き出せます。小さい単位に分解して描くことは、下書きなしで描きたいときはおすすめの方法です。右側はどうするつもり？左右の人で、合わせて、ハの字、になるような構図を、今回は目指すよ。左と全く同じポーズで、今度はでっかいホットドッグをぶら下げてるって構図も面白くて迷ったんだけどね。アンティークグッズで、ちょっと面白そうなの見つけたから、それを描こうと思います。アンティークグッズって、お面ノー、それはこの後登場です。いつも思うけど、こういう、次に描くもの、って、決める基準とかあるの？下書きなしで、行き当たりばったりに見えるけど。いい質問ですね。ほら、私は今の一瞬を生きていくスタイルだから。そういうのから。5本。真面目に答えると、少し前に描いたもの、が、次描くもの、を決めるのです。それってどういう意味？例えば、最初に描いた人は、ヘルメット、なので、次に描く人には、被り物つながりで、お面、をつけるとか、最初の人は左を向いているから、次は正面を向けるとか、最初にスカート描いたけど次もスカート、という調子で、もう描かれたもの、に対して、どんどんリアクションしていくことで進行するのです。何かコツはないの？コツは、共通点を持たせながら、ちょっとだけ変える、ことです。お面、という発想は、被り物、だけど、ヘルメットじゃないもの、を、ということで、出てきたものだったのです。服は、特にこだわりはなかったけど、これから描くものと相性を考えて、メイド服になりました。服の影も 0.3mm のボールペンで一生懸命描いてはいますが、まさか、あんなことになるなんて。まさかあんなことに。いいから解説。二人目の人物の足を描いていきます。広角っぽい画角なので奥側の足はかなり細めです。手前側の足は、大胆に手前に出てきてもらうため、奥側の足より太めです。足の着地する場所ってどうやって決めたの？この矢印の流れに沿うように決めました。全体で、ハの字にするためには、奥側の足に引っ込んでもらう必要があったわけです。ハの字にしたおかげで、視線を中央に誘導できる上、二人の、コンビ感、もアップするという寸法です。体が近づくほど、仲良し。ってわけか。そういうこと。これが二つ目のアンティークグッズ？そうです。古き良き、タイプライターをチョイスしました。左ではラジオをでっかく描いたので、右ではタイプライターをでっかくしてみたのでした。タイプキー部分から描き始めて、今はまだ細々していてわかりにくいですが、後で後ろを黒く塗り、ちゃんと明暗のメリハリをつけていきます。なんか、右側に色々置いてあるけど、あれは上から、コピックペンの黒からグレー7種類と、ボールペンと、鉛筆ですね。今回は、この中ではボールペン以外、全く登場しませんので、忘れても全く問題ありません。なぜ置いたし。画面の、見栄えがいいと思って、画材がずらって並んでたら、すごく、ぽい、なーって。
タイプライターって、こんなガタチしてたっけ？してないよ。どういうこと？複数のタイプライターの、気に入ったところを合体させながら描いてるのです。そういう、絵を描くときの資料ってどこで集めてんの？ふふ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 。いいところを、見つけたんです。Pinterest という、おしゃれ画像専門共有サイトがあるんでございます。画像が基本的におしゃれだし、種類もかなりあるし、関連画像を自動でどんどん表示してくれるから楽で、本で資料を買うのも大変だなぁ、という方にはとってもおすすめです。加えて、今やってるみたいに複数のアイテムを合体させながら描けば、かなりバリエーションが増えます。今描いてるの、なんだあれ。トウモロコシ。トウモロコシ。だいたい一通り形を捉え切ったので、0.3mm ボールペンに持ち替えて、思う存分、影を描いていきます。あれ、トウモロコシもボールペンで描いてなかった？あれは 0.5mm なのでした。人物の中の細い線からメイン以外の背景とかは規約的なものに使うイメージがあるよ。万年筆より太すぎず 0.3mm より細すぎない。 This is 最高にちょうどいいペンだ。ペンだ。だいぶ全体の構図が見えてきたんじゃないか？ペンダー、やかましい。実は右下にもう一人くらい描こうかと、結構悩んだんだけど、結局、左にもう少しが来たして、重心のバランスを取ることにしたよ。ちょうど、カタカナの、す、のような構図になったよ。タイプライターはかなり遊んだので、罪滅ぼしとして、ちっこい。普通のタイプライターを最後に描くことに、したんよ。タイプライターだし、紙にタイプしてるところが曲がりなりにも欲しいよね。じゃあ、今度こそあれは、実在するタイプライターなのか。ないよ。ちなみに、今すごく 0.3mm ペンで、頑張って描いてるけど、後ほど墨汁で、そのほとんどが塗りつぶされます。正確には、今頑張って質感を出そうとしているあの手前の部分を、筆ペンで補強します。最初から筆ペンを使った方が、早かったのでは？鉱物は最後まで、取っておきたいでしょう？細いケーブル系がくの、すこ。楽しい。最後に筆ペンで、太い影を入れていくよ。太い影？うん。主に物体の下側、地面側の輪郭を、筆ペンで改めてなぞってあげるのです。これを丁寧にやってあげると、絵にすごく存在感というか、立体感が出てきます。早い話、これをやっています。本当は、万年筆の段階から注意して、筆圧を工夫してあげるのが、早いのだけど、私の万年筆は、結構力を入れないと、太い線が出てこないので、柔らかい上、太い線が出せるこの筆ペンがやはり、頼もしいというわけです。さて、終盤駆け足でしたが、もうじき完成です。細かい技術の解説は、別の短い動画で少しずつ上げていく予定です。ご視聴ありがとうございました。